どうも皆さんこんにちは、ブンブンハチさんです。ということで皆さんお久しぶりです。いやーね、投稿ちょっと1週間ぐらい2週間ぐらいちょっと休んでたんですけど、まあ、今日からね、まあ、復活しようかなと思います。まあ、早速ね本題に入っていこうと思うんですけど、今回は OB 第5弾選手予想をやっていきたいと思います。やっぱねもう2023年シリーズもねもう終わりに近づいてきてるので、もうそろそろ来るかなと思うので、じゃあ早速本題に入っていきましょう。 GO! はい、じゃあまあね、まあ、OB 5弾について解説していきたいと思います。まずガチャ形式なんですけど、まあ、前回行われたね OB 第4弾は60連で自チーム確定、1500エナジーで好きな選手を選べたんですけど、例年通りのはずなら5弾が30連目 OB 確定で60連目自チーム確定はなしという形式になると思います。で、2023シリーズもねもうあと2ヶ月もう1ヶ月ぐらいでもう終わるので、まあ、かなり豪華なラインナップになるとは思います。続いて同時に開催されるイベントなんですけど、同時に開催されるイベントは、ランキングイベントになります。ランキングイベントではね、まあ、1000エナジー1250エナジーぐらいかな、まあ、使えば好きな選手を選択できる選択契約書がまあ取ったりできるので、まあ、無課金の人や、まあ、純正の人は、まあ、ガチャを回すよりもランキングを走った方がいいと思います。無料10連や配布される契約書などはないんですけど、イベントを最後まで終わらせることで累計報酬として OB5 弾確定契約書が手に入るので、まあ、どんな人でもイベントさえ終わらせれば OB 選手1体は獲得できるという形式になっております。続いて開催日についてなんですけど、基本的に OB の前日っていうのは2時間メンテナンスがあることが多いので、明日このね下の方を見てもらったら分かると思うんですけど、メンテナンス実施2月22日から1時から3時となっておりますので、まあ、明日の2月22日の15時ぐらいに OB5 弾が開始されると思っています。ではね、続いて OB 選手のね誰が登場するかを予想していきたいと思います。ということでね、登場予想選手をやっていきましょう。まずは阪神井川選手ですね。現状今阪神はバース、ウィリアムス、浜中選手、藤村選手、桑原選手ということで、まだ先発がね登場してないんで、まあ、来ると思います。9位83スタメナ81ということで、9スタ同調を狙うことができるんですけど、この球種がね3球種でサークルチェンジ大きいんですけど、やっぱな球種が3球種っていうところがまあちょっとね痛いから、んまあ阪神純正向きかな。まあでもタイピンチあるんで、タイピンチ出たら変化量がマックスプラス1になるか、まあ、それは強いと思います。続いて広島金本選手ですね。現状カープは衣笠選手、前田選手、シュルツ選手、外小葉選手、尾形選手となっています。金本選手はねここ毎年登場してるんで5弾に入れてきそうかなとは思います。ミート81、パワー80、走力79の弾道ラインドライブということで、まあ広島純正にはね絶対必須級となってくる選手なので、まあ、絶対に純正の方やねリア体勢の方は取っておいた方がいいと思います。続いて DeNA 平松選手ですね。現状 DeNA が中根選手、クルーン選手、ローズ選手、田村選手、松原選手となっているんで、まだ先発が登場してないので、まあ、ここで先発を入れてくるかなとは思います。9位84スタミナ84ということでね、まあ、リーグ的にも最強なので、まあ、純正の方はね取っておいた方がいいと思います。続いて巨人江藤選手ですね。現状巨人が長嶋選手、沢村選手、高橋由伸選手、上原選手、ゴンザレス選手となっているんで、まあ、若干ね野手が少なめになっているんで、まあ、内野手の、ね、江藤選手をここで来るかなと思います。弾道アーティストミート76、パワー80ということで、まあ、表三捨てとか見たらね、まあ、申し分ないように見えるんですけど、守備が若干悪かったり、この特納のねプルヒッターを持ってるんで、まあ、12球団である程度選手が揃っているっていう人は、まあ、使わないかもしれないです。まあ、初心者の方はね全然強いと思うんで、まあ、ランキング走ってとってもいいとは思います。続いてヤクルト広沢選手ですね。現状ヤクルトがオンドルセク、飯田選手、八重樫選手、バーネット選手、ラミレス選手となっているんで、まあ、ここでね内野の選手を挟んでくるかなと思います。あとね広沢選手、まあ、周期的にも広沢選手が来る年となっておりますので、
まあね、この辺で5段で来そうかなと思います。続いて中日山本選手ですね。現状中日が、宇野選手、タイロン・ウッズ選手、岩瀬選手、アレックス選手、木俣選手となっています。なんで、ね、先発がまだ来てないんで、まあ、ここでね先発が来ると思います。9位82、制球80、スタミナ81ということでオール A なんで、まあ、全同値狙うことできるのかな。でリーグ的にも強い選手なんで、中日純正は絶対に取っておきましょう。続いてオリックス加藤選手ですね。現状オリックスが長池選手、村田選手、赤堀選手、ローズ選手、川越選手となっているんで、まだ内野の選手が出ていないのでここで加藤選手来るかなと思います。続いてロッテ山内選手ですね。現状ロッテが村田選手、西岡選手、矢部田選手、落合選手、山本選手となっていて、外野の選手が一人も出てないので、まあ山内選手外野なので来ると思います。弾道アーチストミート80パー 80A 同値ということで、まあロッテ純正には絶対必須級なので、まあランキングを取って、まあ、走った方がいいと思います。続いてホークスジョージ・マッケンジー選手ですね。現状ホークスがサファテ、野村選手、井出穂選手、門田選手、河野選手となっています。今現状ね、いやーでもね、野村選手がキャッチャーとして出てるんで、いやーないかなと思ったんですけど、ちょっとコメントを返信しようと思って見てたら、今年は城島選手来ると思うよって来てたんで、やっぱホークス純正としてここは城島選手行かせてもらいます。絶対取ります。続いて楽天岩隈選手ですね。現状楽天がリック選手、福山選手、山崎武史選手、片山選手、マギー選手となっております。まだね先発が登場してないんで、まあ、5段で、まあ、登場させてくるかなと思います。続いて西武石毛選手ですね。現状西武がギャレット選手、秋山選手、ホアシ選手、田淵選手、 GG 佐藤選手となっています。石毛選手はねミート81パワー78の弾道ラインドライブ、そして一番の特徴超広角打法なんで、西武純正、まあ、そしてね12球団勢の、まあ、ショートが揃ってない方とかは取っておくべきだと思います。最後に日本ハムグロス選手ですね。現状日本ハムがただの選手、スレッチ選手、糸井選手、アブレイユ選手、武田選手となっています。まあね、バランスよく排出されてるんで、まあ、どこが来るかちょっと予想しにくかったんですけど、グロス選手と予想しました。まあ、スタミナが高いんでね、まあ、リーグでも使えてきそうな選手だとは思います。最後にですね、まあ今打ってきた12球団の選手全員まとめるとこんな感じになります。どうぞ。はい、まあ、やっぱね OB 第5弾は毎年、グランドオープンの1ヶ月前2ヶ月前となっておりますので、まあ、豪華になってくると思うので、まあ、こんぐらい豪華でもいいんじゃないですかね。僕ね、まあ名前見たらわかると思うんですけど、まあ、ホークス純正やってるんで、まあ、城島選手が出たら、まあ、絶対取りに行こうと思います。まあ、さっき言ったね、広沢選手取りに行くっていうのはやっぱなしで、よろしくお願いします。ということで、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。まあ、インスタとね、ツイッターもやってるんで、ぜひぜひフォローもよろしくお願いします。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。